はい銀レス今日紹介するのはこちらですねガンダムコンバージシャープ24よりガンダムキャリバーンになります外箱こんな感じですねこんな感じで今回のラインナップはまあ今ね話題のあのシードフリーダムの、えー、2機と、えー、リガズイんリガズイとユニコーンバージョンと、えー、ザクタンクでキャリバーンになるようですはい彗星の魔女ですね こんな感じ組み立て方法の所詮は、まあ、QR コードから止めるよというものになります。はいということでね早速ね開けていこうと思いますよはい中身取り出すとえー、っと本体の袋が1袋2袋かな。 ええと、一袋目はこんな感じですね。キャリバーン本体と武装パーツが付いてます。あ、結構細かいね。はい。二袋目はバックパックと土台になるかな土台とていうか台座になりますね。はい。で、えー、ガムになります。はい。それではね、早速、組み立て説明書に沿って、組み立てて参りますので、一旦このあたりでね、カットを挟みます。 はい。ということで、完成し終わりましたので、ね、早速紹介していこうと思います。その前に、ちょっとね、今回の個体、結構塗装飛びがひどくて、ちょっとそこがね、ショックでした。この、多分カメラ越しでもわかるかな。なんか、めちゃめちゃ黒い塗料が、なんか、そこら中に飛んでて、結構ね、今回、ひどいかなぁと。まあ、いつもはね、この、なんて言うんだろう。 多分この口のパーツの赤の塗料がこの辺に飛んでたりとか、そのレベルは全然いいんですけど、今回めちゃめちゃなんか黒の塗料がババーみたいな感じで飛んでたので、ちょっと今回ね、ショックでしたね。これどうしようかな。綺麗にする方法とかね、詳しい方いたら教えてください。いやー、めっちゃショックだった部分がありました。 でもね、あの、造形と他の部分はね、めちゃめちゃ良かったのでね、その辺を紹介していこうと思います。まずは頭部ですね。めっちゃ細かいのがカメラアイとかもね、あの緑にちゃんと塗装されているのが結構いいかなと思いました。はい。まあでも、なんかやっぱ近くで見ると、今回塗装ちょっとイマイチかな。うん。 エアリアル、確かね、動画投稿したんですけど、その時は全然、塗装とか全然気にならないぐらい、すげえレベルで良かったんですけど、今回ちょっとひどいかなーうーん、かなぁと感じますね。でも、造形とはめちゃめちゃいいので、その辺をね、あのピックアップして紹介していけたらなと思います。 はい。で、まあ、問題の胴体のパーツですね。かなり本当にね <laughs>、あの、いい、いいものなんで、余計にね、目立っちゃうんですけど、うん、ちょっと言葉がね、難しくて出、出てこないな。はい。でね、まあまあ、あの、下半身のこのね、つなぎ目のところとかはね、まあまあ、綺麗なのかなと。あの、シルバーの塗料とか、まあ、綺麗に塗れてるのかなと思います。赤の塗料もね、あんま飛んでないよね。飛んでないね。 ぐらいなので、はいで足のパーツですね。ちょっと一旦万歳してもらって。足のパーツ、こんな感じですね。足はね、割とエアリアルとあの近しいものがあるので、結構なんか親しみのある、あの、水星の魔女の親しみのある感じなんですけども。こんな感じですね。うん。うん。なんか今回、なんか塗装ちょっとひどいかな。全体的に。こうやってね、あのピックアップしてみると、まあ本当にここが目立っ ちょっとピックアップしてみると、ちょっとね、ひどいかなぁ、なんて思ったりしております。なんかこの辺のね、意味わからん。なんか、うん、なんか鳥を飛んでるしね。うん、ちょっと今回、雑かなと感じましたね。で、腕のパーツですね。腕のパーツ。まあでも面白かったのが、今回、めちゃめちゃ、ね、なんていうのかな、パーツが多くて、 あの組み合わせるっっていうのが多かったかたなと思います今まで触れてきたものだとあんまりそのねあのプラモデル式の何ていうのかなランナーみたいなものががっつり入ってるっていうのはあんまりなかったような気がするんですけど今回は入っててまあまあその辺は面白かったかなと思います今回のこのねキャリバーンの面白さかなと思いますはい反対側はこんな感じですねであのキャリバーンといえばみたいなあのまあいわゆる多分 まあ魔女なんでステッキをイメージした武装なんですけど、こんな感じの武装ですね。いや、めっちゃね、でかくていいですよね。いや、本当にこれがかっこよくて買ったのにな。ちょっとショックだったな。なんか、詳しく見るとカメラアイとかもなんか若干荒いかな。なんて思ったりしちゃいますね。はい、バックパックですね。バックパックこんな感じですね。はい。 ということで、えー、ああ、そうだ。の前に、なんかショックすぎて終わらそうとしてた。<laughs> えーっと、台座がね、こんな感じでいつも通りついてるんで、まあ、めちゃめちゃね、高級感のある、あのー、コンバージュの、あのー、ディスプレイが可能になっております。コンバージのいいとこはね、めちゃめちゃ高級感のある、あのー、まあ、フィギュアを、こう、なんて言うんだろう、手軽に、 あのまあ最近ちょっとね値段がどんどん上がっていってるんですけどまあ600円、700円ぐらいで手に,入れれ手に入れれちゃうっていうのがまあまあそこのね魅力だとは思ってますのでまあ今回みたいなことはちょっとね今後なくしてほしいかなとまあ,あるんだったらもう値上げあのもうちょっと品質のいいものを出してほしいなと思いますまあどっちにしても買いますしあのねそれこそ1000円になっちゃっても買うだろうし でねこういう塗装飛び、あのちょっと残念な部分が減れば、まあ全然そこでね、あの楽しめるあのまあ、食感だと思ってますので、その辺はね、まあ今後に期待かなと思います。ちょっと今回はめちゃめちゃショックだったので、まあまあその辺も含めて伝わればなと思います。はい、ということで終わっていこうと思います。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。 ま、どんまいっていう方もね、チャンネル登録と高評価の方していただければなと思います。それでは終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。